よし、それじゃあやっていこう。どうも皆さんこんにちは、タッキです。ドッペルだぜ。悪夢だ。今回は悪夢を使ってランク戦をしていくよ。マップは中華街か。ん？待って、もう足跡あるんだけど。ここって普段サバイバーは2階に湧くイメージだったけど、1階に湧くこともあるんだな。と、これなら板を倒される前に一発入るぞ。開始20秒くらいで1ダメ与えれたのは大きいね。ああ、だがバーメイドは酒があるからな。ここからがた、え？はい、というわけで早速一人目連れたわけですが。いや、なんだったんだよ今の。まあこれがあるからここのポジ強いんだよね。あの場面はサバイバー的にはしっかり板を倒した後奥に逃げるのが正解だったな。だが結果は結果、初手30秒で木僕を温存したまま即死が取れたのはでかい。ここあれ？もう耳鳴りしてる。まさか結構な即ダウンだったが救助に来るつもりなのか。どうやらそうみたいだね。傭兵さんが来てるよ。これは助かるな。さっさとせかしてしまおう。椅子にカラスを置いてないから肘当てを使われたら DD は間に合わないかな。まあ頑張ればできそうだが。やめとくか。2階の板が残ってる上に引き一発が切れたらまた酒回復狙われかねんし。まあ現状かなりこっち側優勢だし安牌狙っていっていいんじゃね。それもそうだね。とここは板を割ってる間に強ポジに行かれたくないので鬼没使っちゃいます。これでバーメイドは酒を作る余裕がなくなったな。よし、このポジションなら飛びかかりで確実に倒せる。余って引っかかった。おい、これ板乗り越えに間に合うか。さすがにいける。危なっかしすぎる。これもし乗り越えられてたらフラホか板加速で次の板行かれてただろ。まあ結果的にダウンは取れたのだからよしとしようじゃないか。白髪前から思ってたんだけど、その衣装だとお前も白髪じゃね。と、次救助に備えてバーメイドさんはこっちに釣ろうか。ここなら救助後そんなに稼がれないし、単純に開けてて救助狩りも狙いやすいしね。まあそもそも救助が来るのかって話だけどな。暗号機は残り5台だし見捨ててくる可能性は大いにあるぞ。ひとまず指名手配がついてる昆虫学者さんは解読してると。ただその昆虫学者さんとこの暗号機以外が回ってないんだよね。治療してるのかバッツマンが救助に向かってて傭兵が引き継ぎに向かってるのかがわかんねえわけだな。そういうこと。と、走行してる間に昆虫学者が1台あげたか。傭兵さんが回復したってことは治療してたんだね。これはもったいない。さっさと昆虫学者さんとこにワークしてればよかった。まあでも一人飛ばせたんだしいいんじゃねえか。なんか昆虫も近づいてきてたし、セカチェにもすぐ移行できそうだしな。まあ確かにそれもそうだね。よし、じゃあ次は昆虫学者さんを追う。一部のハンターはこいつに相当苦しめられるらしいが、私は違う。虫の原則なんざ無視できるからな。おっと。はい、それじゃあ後で悪夢は逆さずりの刑にショットして。重くない？親父ギャグ1回に対して刑罰が重くない？先回りは決まったけど障害物に引っかかって一撃は入らなかったね。だが2回はほぼ直線だから一発は入りそうだな。ただこっからまた面倒さそうではあるんだよね。この辺は板も多いし、右サイドの建物を経由されるとさらに面倒いから。確かにできるだけ移動させたくはないな。待てよ、そこの奥の板を目指すなら間に合っちゃうんですわ。これはナイス2段飛びかかり、さすがの射程距離だぜ。ふ、空から迷い道を這いながら襲いかかる悪夢、恐れおののくがいいサバイバーよ。建物の2階が空っていうのは低すぎじゃねえか。いいんだよ別にそういうのは。と、またしてももう耳鳴りがしてきてるね。さっき地下室付近の暗号機が上がってたからそこを回してた奴が来たんだろうな。奴っていうかおそらくバッツマンだろうけども。あ、見つけた。やっぱりバッツマンだったね。バッツマンは私にとってはおやつだ。弾を撃ってきたら硬直消しに使ってやろう。とギリギリだったけどなんか当たった。これはいい感じに救助せかせたんじゃない。おそらくバッツマンだから危機一発もないだろうし、粘着の心配もなさそうだな。やっぱりこの射程距離の長さ最高すぎる。そんじゃあ傭兵さんにカラスを飛ばしておいて、このまま昆虫学者さんトンネルしちゃおう。さっきは悪夢がふざけたことを言っていたが、実際昆虫相手に強く出れるのは羨ましいぜ。別にふざけてたわけではないんだけどね。さあさあ、この辺は障害物がないね。昆虫学者さん、たとえ虫で妨害したって無駄無駄無駄。存在感マックス。悪夢から逃げ切ることなんてできないのさ。ナイスダウンだ。バッツマンはダウンしてるし、傭兵にはカラスがついてる。これはもう完全に私の独断状だな。よし、それじゃあ昆虫学者さんを釣っちゃいましょう。で、この後サバイバーたちがどう動いてくるかだが。あ、バッツマンさんが起きた。まあバッツマンは救助には混んだろう。負傷してるし、ただ来たでもう一度ダウンを取って放置しておけばいい。それもそうだね。と、これ傭兵さんは救助に来てる？しっかり向かってきてるな。バーメイドの時といい仲間思いなやつだぜ。と、今回はちゃんと椅子にカラスを設置しておくぞ。これで確実に DD は取れる。そんじゃあ時間かけるのもあれだし、鬼没使って救助せかしちゃいますか。今回はいつになく鬼没を贅沢に使ってるな。さあ傭兵は肘当て、こっちはワープ。ここだ。おお、救助恐怖。傭兵も焦ったのかタイミングがあったな。お、ちょうどバッツマンさんも来てる。そんじゃあこれで全員ダウンだね。バッツマンはフラフォー使うも虚しくに連撃の前に倒れたと。はははは、最強人格すら無効化してしまう。これこそが私の力。それじゃあサバイバーたちも投稿してくれたので今回はここまで。また次回の動画で会おうな。対戦、ありがとうございました。